マリスカベレスマリスカベレス。1947年10月1日から2006年12月2日はオランダ出身の女性歌手。本名はマリア・エリザベート・エンダー。ロックバンドのショッキング・ブルーでリード・ボーカルを務めたハーク生まれ。父親はハンガリーから移動してきたロマ出身のバイオリン奏者であるベレシュラ・オシュ。母、マリア・アントニア・エンダーはドイツ生まれで フランス人とロシア人のハーフだった。1964年、マリスカはポップグループレミステアにボーカルとして加入した。1966年にはバンドブルーファイターズに移籍した。その後もバンブルビーズ、モートウンズと移籍した。1968年、オランダのバンドゴールデンイヤリングがシングル1位を記録した祝賀パーティーで当時マリスカが所属していた。 バンブルビーズが前座を務めた。この時、彼女の歌唱力とエキゾチックなルックスに目をつけたのが、ショッキングブルーのマネージャーと広報担当だった。こうして、マリスカは、ロビーファン、レイウェンに誘われ、ちょうどオランダ陸軍に招集されてしまうボーカルのフレッド・デワイルドと入れ替わる形で、ショッキングブルーに加入した。1969年7月、ショッキングブルーは、 オランダでヴィーナスを発売した。ヴィーナスはビルボード市では1970年2月7日に週刊ランキング第1位を獲得した。同市の1970年年間ランキングでは第22位であった。同市の集計ではショッキング、ブルー最大のヒット曲となった。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギーでも週刊チャート1位を獲得した。 オランダでの週刊チャート最高位は第3位だった。1974年6月1日にショッキング、ブルーは解散し、マリスカはソロ歌手に転校した。2006年12月2日、マリスカは胆のがんが原因で死去した。59歳。独身を通し、子供がいない彼女は猫とお茶とケーキを愛した生涯を終えた。リソーシズ。 ホイフェンスの、NL ハットロマニーピープルインハンガリー、ハンガリアンロマニー、カルパティアロマニー。ありがとうございます。